茶、篠原です。今回紹介する本はこちら、実力をつける世界史100題です。この本はですね、センター以上ですね、私立大学と、あと国立大学で世界史がいるよと、二次試験で出るよっていう人は、まあ、基本はこれですね。というのも、Z 会のこの本はですね、世界史の本当に覚えないといけないことをきっちり教えてくれる、そういう本になっています。覚えなくてもいい、すっごいもう細かいところ、を、こう伝える本じゃなくて、もう最低限これはしっかり覚えておいてね、でここまで覚えておいたら合格点は取れるからさっていう本になっています。ですからこの実力を世界史つける世界史ちゃんとやれば、まあ基本的にどの大学でも合格点は取れるということになります。世界史って掘り下げようと思ったらなんぼでもあるんですよ。例えばですけど、日本史で有名なペリーさんですね。ペリーさんのお兄さんの方がアメリカで有名だったりするんですよ。なんかどっかの戦争の艦長らしいんですけどね。で弟のペリーの方はアメリカで有名じゃなかったりとかして、で掘り下げようと思ったら世界史何ぼでも掘り下げられる。だって日本史で2000個キーワード掘り下げられるんだから、世界全体国が200個あるんで、それぞれの国で2000ずつ掘り下げられるはずなんですよ。でそれ全部覚えるなんて到底無理です。到底無理なんだけれども、最低限覚えておかないといけないことはこれに載っているということで、ぜひですね、この実力をつける世界史100題はこれで入試は大丈夫です。この問題集うまく使ってやってみてください。Z 会は本当に世界史とか日本史とかもういい参考書が多いですね。充実しています。ぜひね、うまく使っていってくれるといいかなと思います。ということで今回実力をつける、世界史100題紹介しました。うまく使って大学合格掴み取ってください。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。